どうも、カルタクラブの川瀬正義です。2030年に競技カルタをプロ化するという目標を掲げて、カルタの魅力を伝える活動を行っております。このラジオではプロ化に向けた活動状況について、うまくいったこと、いかなかったこと、包み隠さず発信しております。本日はなんと娘さんがカルタをやっている保護者の方からレターをいただきまして、その話をできればなと思っています。内容としてはカルタの家庭教師みたいな話になりますので、まさに私が今取り組んでるカルタ教室の、まあ、延長線上にあるような話になるんじゃないかなと思っています。本当にレターありがとうございます。ちょっとこんなに早く反応いただけるとあんまり思ってなかったので、ちょっとびっくりしてわーみたいな感じで読み上げさせていただきました。で、本当に内容もですね、このラジオにぴったりの内容だったので、早速取り上げさせていただきます。ありがとうございます。はい。では、内容いきますね。ちょっと、長い内容だったので、少し私の方でまとめて読み上げるんですけれども、はい。娘や他の子供を見ていて、有段者が家庭教師のように個人レッスンをしてくれるサービスや仕組みがあるといいなと思っています。多少高くても時々でも個人レッスンで指導してもらえると上達に随分差が出るのではないかと思います。家庭で親は教えられないですし、集団だとなかなか個別に指導が受けられなかったりもしますので。はい、そうですよね。やっぱり家庭教師ってニーズあるんだなぁと、まあ僕はちょっと思いました。で、実はですね、他にも家庭教師やってくださいみたいな話を、まあオンラインの部活動の中でいただいたりもしていて、家庭教師やろうかなとはちょっと思ってたんですよね。で、今ちょうど準備は進めているところだったので、本当にタイムリーなレターありがとうございますというところです。で、カルタの世界って、今は、まあちょっと、前々回ぐらいの放送で話したかもしれないんですけど、カルタの、カルタ会みたいなのがあって、そこで、本当にみんなで練習会するっていうのが、カルタを教わる環境の一番メジャーな形ではあるので、本当に、一人が一人を見る時間ってなかなか取れないんですよね。で、指導者として、やっぱり全員見なきゃいけなかったりもするので、本当にその人その人の課題に寄り添って話すみたいなことはかなり難しかったりします。で、僕が始めたカルタ教室の方でも、2人の講師に対して8人来たとして、それでもやっぱりなかなか一人一人に寄り添っていくっていうのは難しかったりもするので、本当にまあ家庭教師みたいなサービスが一番その人にとってはいいのかなとは思っていたりします。一方で、まあ、やっぱり家庭教師となると、多少金額が高くならなきゃ、高くなしせざるを得ないところがあるので、まあ、その、レターをくださった方は多少高くてもっておっしゃってくれてますけれども、まあ、そこら辺が一個ネックになるのかななんて思っています。で、今僕がまあ、準備を始めているって言った家庭教師の話なんですけど、自宅でとりあえずやれるといいのかなと思っていて、場所とかの問題もなくなるんでですね、ちょっと自宅に畳を敷くような形で今準備を進めています。で、年内はちょっとどうしようかなと思っていて、多分来年になるかなとは思っています。年内やらない理由としては、僕にとって一番大事な試合っていうのが、あれですよね。プロ化を目指して活動してるって言ってるんですけど、今、一応現役の選手なので、そこしっかりやらなきゃいけないっていうところがあって、1月に、名人の防衛戦があるんですね。なので、その防衛戦に向けて、そろそろ、で自分の練習をしたりする時間も確保しなきゃいけないです。まあメンタル的にも結構負担も大きいので、まああんまり新しいことをやりすぎると、その辺に影響が出そうだなと思っているので、ちょっと差し控えて、まあ防衛して来年っていう形にしたいなとは思っています。
はい。なので、ちょっとお待ちいただければなぁとは思っています。はい。で、その時に家庭教師、まあ自宅でやれればって話を今したんですけれども、多分それだと遠方の人もいるよなぁと思って、まあ、出張して家庭教師みたいなのはもう本当はサービスとしてはあったらいいんだろうなぁとは思っていて、そこに対しても、その、まあ、僕の稼働時間ですね。の、と、まあ、やっぱり出張になる分金額がさらに上がっちゃうよなとかは思うんですけれども、それでもなんとか、やり始められたらいいなとはちょっと思っています。これも金額どうすればいいんでしょうね。ちょっと難しいですけどね。なんとも言えないところですけど、短くて1時間半、長くて2時間ぐらいの内容になるんですかね。カルタって、やっぱり1時間ぐらい試合するとかかっちゃうので、で、家庭教師だからこそ、試合はしっかり見てあげないと、なかなか、その、取りとか、まあ、試合の展開とか、その人の課題とか見えてこなかったりもするので、まあ、試合はするんだろうなって気はしてます。だから、試合して、その後、その、まあ、気がついたところに、フィードバックして、それで、ここを改善した方がいいよね、みたいな話をして、でその改善するための練習を30分ぐらいやって、これ、今後こういうことしていくといいと思いますよってやってやったら、まあ1時間半は少なくともかかるだろうなって思ってるので、きっとそうでしょう。さて、1時間半、あるいは2時間、いくらがいいんですかね。難しいっすね。まあ僕次第っちゃ僕次第なのかもしれないんですけど、なんか、僕一応名人だったりもするので、多分、あんまり安くしすぎると他の人が、それこそ家庭教師で、なんだろう、先生として食べていけないみたいな感じになっちゃう気もしてるので、ちょっと高めにしなきゃいけないのかなとか、まあでも最初だしなとか、まあいろんなこと考えてますが、きっと、1万円ぐらいは取るのかなと思って、なんとなくですけどね、ざっくり思っていたりします。はい。まあ皆さんが、それで大丈夫なのか、大丈夫じゃないのか次第ですね。まあ、始めるのは多分来年になるとは思うので、まあ、その時に、まあ興味がある方はぜひ、まあ、またこのスタンド FM とかで案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。で、あとそうですね、家庭教師っていう意味ですと、その、なんだろうな、僕が試合する、試合の相手をするのが果たして本当にいいのかな、みたいなところもちょっと思っていて、もちろん A 級とか、まあ、B 級ぐらいまで来れば試合して得るものもいっぱいあるんだろうなとか、逆にすごい初心者だったら、指導制みたいな形でもいいんだろうなと思ったりしてるんですけど、初段取ったり2段とか、それぐらいの方々、まあ、D 級とか C 級ぐらいの方々だと、もしかしたら、その、試合をしているところを横から僕は見てた方がいいのかなとかも思ったりしていて、もちろん、一流の取りみたいなのを見せるっていうのも結構大事だったりするとは思うんですけど、どうしても指導戦になっちゃうと、なんだろう、僕から取るための、取り方とか、その試合の流れみたいなのになっちゃう、その超実力差がある人と試合する時のやり方みたいなのになっちゃったりもするので、そこら辺がちょっと迷いどころかなと、まあ、家庭教師って言ったんですけど、もしかしたら2人制で同じぐらいの実力の人に来てもらって、それをその二人で撮ってるところを横から見ながら二人に指導していくみたいな形の方がもしかしたらいいのかなとかはちょっと思ったりしてます。まあそうすると一人当たりの金額はもう少し下げられますしね。はい。なんてことも考えているんですけど、皆さんどう思いますか？はい。そうですね。で、ちょっとレターの中で読み上げはしなかったんですけれども、なんか家庭教師を、まあ、高校生とか大学生とか教えてもいいのかなとか、そういうような話の内容も入ってました。で、
なんかその辺が結構難しいなって個人的にはちょっと思っていて、そのなんていうんですかね、やっぱりバイト感覚っていうとあれですけど、結構カルタを教えるのって難しいと思うんですよ。それをそのなんだろうな、まあ試合の相手ならできるんですけどね、そのアドバイスみたいな形で試合札の取り方とか払い方とかそういうところもそうですし、まあ、戦い方、札は何を送るとかそういうところまで含めてきちんといろんなことを喋れる、あの教えられるっていう選手って A 級でもあんまりいないのかなとかは思っていて、もちろんできる人もいっぱいいるんですけどね、そのあたりの見極めみたいなのは結構難しくなってくるなぁなんて思ったりしてます。まあもちろんあの本気で教えようって思った人は大丈夫だとは思うんですけどね。で、カルタクラブとしてはやっぱりその一人の先生を生み出すことが目的ではないので、まあ僕はまず実験的にやるんですけれども、そのじゃあどういう人がどういう教え方をしてみたいなところを、まあもちろんプログラムじゃないですけど、まあ、こういう時はこういう教える方をしましょうみたいなマニュアルみたいなのを作っていって、誰でも教えられるようにっていうとまたなんか変な感じになりますけど、まあ、ある程度 いろんな先生がいて、いろんな教え方がそのできる、その中でそのいろんな質が担保できる、最低限の質をカルタクラブがしっかり蓄えた知見で提供できるみたいな状態を目指してはいるので、そのあたりをしっかりやっていければいいなぁとは思っております。はい、という感じでですね、はい、家庭教師もしっかりやっていけたらいいんじゃないかなと思っているので、またサービス始めるときはぜひ皆さんご案内しますので、受けていただけると嬉しいです。はい、というところで今日の放送は終わりにしたいなと思います。で、そうですね、家庭教師にニーズがあるっていうの分かってたのに、なんで最初に家庭教師じゃなくてカルタ教室から始めたんだよって、まあもしかしたら思ってる人もいるかもしれないんで、その辺の話をまた次回とかにしたいなーなんて思っておりますので、次回もよかったら聞いていただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。